心配ないさ、大した傷じゃない。全くタタルは大げさだな。先ほどちょっとした暴動があってね、それに巻き込まれたのさ。このところウルダハでは不穏な空気が流れている。もともとウルダハは交易都市だけあって、豪商が幅を利かせる貧富の差が激しい国だ。エオルゼア一豊かな都市と言われる裏で、金が飛び交う権力争いが絶えない。そう、金さえあれば政治すら動かせる国なのさ。そこにアラミゴからの戦災難民や、第七零歳以降は零歳難民が押し寄せてきた。権力者、特に豪商たち、サカツ州にしてみれば、金を持たない厄介者を抱え込んだ状態だったろう。そして王党派のラウバーン局長が率いる不滅隊は、治安維持と戦力強化を謳い、難民救済策を打ち出した。昨今ウルダハが難民に支払っている援助金は、国の財政を圧迫するほどに上がり続けている。そういった経緯もあって、ウルダハの民は難民に対し常に厳しい姿勢をとってきた。難民からしてみれば頼らざるを得ないものの、迫害を受け続けてきたに等しい状況だったのさ。そこに来て先のドマ難民の受け入れ拒否だ。共和派のロロリ島を筆頭とする富裕層に弱者救済の意思がないことが明確となる結果となった。難民たちのウルダハに対する不信感は頂点に達し、各地で起きていた難民の抗議活動は暴動に発展している。今やウルダハは火薬庫同然さ。それに各国のグランドカンパニーもきな臭い動きを見せている。どうにも一波乱起きそうな気配がするのだ。